元 NHK 職員高松菜奈、メガネな刺激的イメチェンで美女姿、めっちゃ綺麗、雰囲気が違う。元 NHK 職員でお笑いジャーナリストの高松菜奈、30が14日までに自身のインスタグラムを更新し、イメチェンした姿を披露した。イメチェンしようと髪型を変えてきました。美容師さんと相談しやってみました。どうですかね?と写真をアップ。トレードマークのメガネを外し、重めだったボブヘアはエアリーに外跳ね、髪の毛を染めるかも迷い中です。毛先だけミルクティー色にしてみようかな。インナーカラーとかもありですかね?と悩んでいるようだ。別人のような姿にフォロワーは仰天し、どんどん綺麗になっていく。彩色兼備。かわいいね、似合ってます。めっちゃ綺麗。メガネなしにこの髪型めちゃくちゃ似合ってます。あら?雰囲気が違っていいですね。と絶賛した。高松は、フェリス女学院中学校、高等学校卒のお嬢様芸人。慶応義塾大学大学院制作メディア研究科、東京大学大学院、情報学環境育部修了の学歴を持ち、お笑いジャーナリストとして社会問題を発信している。2018年にディレクター職で NHK に入局し、20年7月に退局した。